えー、大阪市で生体院を開業して3ヶ月が経ちました。チラシ PPC 広告もやってます。重症のヘルニア、ザコス神経痛向けにやってます。しかし軽い腰痛の方が来られるため、1回の生地でよくないリピートがなかなか取れず苦戦しています。私の生術方法は腰を触らずに腕を生育して痛みの中にします。大阪ではここだけ腕で手術して痛みが一瞬で楽になるので、お客さんはすげーと反応してくれますが、リピートが取れないから景気です。どうやって集客したらいいですか えっと、あの、動画撮って、ネット上とかで来てくれたお客さんがすげーって言って帰って二度と来ないっていう、そういう動画を上げ続ければいいんじゃないかなと思います。前にも僕言ったことがあると思うんですけど、笹塚の広瀬先生っていう生態の先生がいて、僕人生でぎっくり腰を2回やったことあるんですよ。 で、初めてのぎっくり腰の時にめちゃくちゃ痛かったんですよね。で、いろいろマッサージしてもらったり、温めてもらったりとかやって、全然効かなかったんですけど、知り合いに紹介された笹塚の広瀬先生のところに行ったら、一日で治っちゃったんですよね。ぎっくり腰って大変なんですけど、一日で治っちゃって、僕もう二度と行ってないんですよ。で、知り合いに聞いたら、広瀬先生の診療院亡くなったらしいんですよね。 いや、すごく優秀すぎたせいで、一日で治っちゃうから、他、リピートしなくなっちゃうんですよ。なので、残念ながら、優秀な先生は、営業が続かないっていう。だから、今、笹かいにないですよ。だから、ヒロ先生、どこ行ったかわかんないんですよ。っていうのがあるので、だもうちょっと高くしたらいいのかもしれないですけど、単価上げても、やっぱ、行かない人は行かないですからね。だから、優秀な先生って、その、一発で治しちゃうから、営業的にうまくいかないんですよ。 カウンセリングでも同じような話があるんですけど、いろいろ親身になって相談に乗ってくれて、この人いい先生なんだよって言って、毎回ずっと通い続けるっていう先生をいい先生っていう人多いんですよね、カウンセリングで。薬も言った通り出してくれるみたいな。でもそれって治ってないから、実はいい先生じゃないんですよ。 直さないでお金引っ張ってる先生なんですよ。なのでカウンセリングで言う本当にいい先生って相談しに行ったら別に相談しに行くよう大したことなかったわって言ってもう二度とカウンセリングに行きませんでしたっていう先生の方が優秀なんですよ。なのでカウンセリングだったり生態だったりっていうのは優秀すぎると営業的にうまく回らないっていうのがあるので一応能力値をちゃんと動画とかで客観的に分かるようにした方がまだましなんじゃないかなと思います。はい。歯医者もそうですね。 だらだらと何回も治療して、またこれが剥がれましたとか、治療後が壊れましたっていう人の方がやっぱ儲かるんですよ。今日一日で治しますって言ってバーッと治して、完全に治したんでもう来なくても大丈夫ですっていう歯医者さんってやっぱりお客さん減るんですよ。残念ですよね。